まあ報酬 すげえボロいから、うん、首ぐらいちょっと、うん、しょぼいってしないとこのクエストやってるだけでマジ無双だぞみたいなっていうことね。やってきた、ボルコさん。どうも。何の用だ。森のジェニーは片付けた。森のジェニーは俺が追い払った。追い払ったなるんだ。戻ってこないか。ナイトレイスを追い払う方法は知っている、うん、剣で切ることだ。約束の報酬だ、うん、本当にありがとう。いやでもただ剣で切る。じゃあな。終わった。パーン、やったー。おおレベル1上がるレベルか。すげえな。250ずつ手に入ってたから、だいたい結構経験値入ったな。4つやったってことでしょ。800で約1000手に入ったから。なるほどね。途中ケムコの剣がなければあと290をもらえてたんだけどね、金。いいよ、そう増えてっからいい。3000ぐらいにはなってたんだけどね。増えてっからいいよ。ああ開いてる。うわ開いてる。1個開いとるわ。爆弾フエール入れますか。そっか、爆弾フエールがあんのか。これだっけ。そこじゃない。え違う。ああそこ、あ錬金の方か。ああ爆弾フエールどれ。あこれか。あ違う違う、あれ爆弾フエールこれじゃなくてやっぱ黄色じゃなかったっけ。いやもっと下じゃない。あだっそれそれ、あこれだ。まだだね。あと3ポイント振らないと。うわーくそー、3ポイント欲しいけどね。さすがに3ポイントは遠いね。どこにあるかが分かんない以上何ともできんな、うん、これさ5個増えんの。うん本当にもしかしてね。でもさその効果的なことを考えるとさ、うん、明らかに 1振ったら1個増えるだから。だよね、うん、2振ったら2個増えるで、めっちゃ強いね。3振ったら3増える、うん、4振ったら4増える、5振ったら5増えるっていう感じになるんじゃないですかね。しかもそのなんだろう、追加効果で霊薬の持続時間がさらに 25% 増えるとでしょ。5振ったら、うん、大丈夫なの。いっちゃ爆弾15個ぐらい持って、うん、全部合わせるとなんか70個ぐらい持って、だよね。味噌ボン状態だよね。しかもさ、これさ、よく考えたらさ、150増えんでしょ最大。ああ、そうね。持ってるだけで。まあそうね、パッシブだからね。だよね。これはこれで強いな。防御力系は別に今んとこいいんだよな。これもいらないな。これは取っちゃいけないやつだよね。はい、もうかぶっちゃうんで。かぶっちゃうからね。死にスキルになっちゃいます。うん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 。一番上の爆弾はなんだ。一番上の爆弾、うん、真ん中の爆弾のやつじゃん。あこれ、ああ構えた時の時間が、うん、バッツ。あバッツね、うん、これバッツです。これもうわこうなるとあと3ポイント錬金どこ振ろうとかって話になるな。うん、まあ普通にオイルの 5% 防御力アップか定石か、これでさらに上のやつだもんね。今は多分0個ですよ、レシピ、うん、レベル3のってやつだもんね、うん、上質の上の、うん、高級かな、高級、うん、最高級か、最高級か、うん、が取ってないと意味ないから、さすがにこれはいらないだろう。レシピ持ってないんでまだ 1,、うん、1冊も。どうしよう、これはこれは絶対だから。こうなると行くんだ。いやこれだってさっきの強いじゃん。左は有効攻撃回数が 33%。 ああそっちも強いでしょ。毒ね、うん、違う違う違う、毒っていうかオイルの攻撃、うん、攻撃回数増加、うん、っていうことね、うん、これはこれで強いな。で3分の0の 33% だから、うん、3回振ったら 99%、うん、下手すれば 100% になるから、うん、オイルをそう塗った状態の攻撃が10回効果ありますよだったやつだとしたら20回効果ありますように増えるので、うんうんうん、
オイラーとしてはまあね、オイラーとしてはオイラーはオイラーだとしたら、うん、絶対欲しいスキルではあるよね、うん、ミスターオイラーですから、うんうん、あ、ボーナスね、うんうん、早く減少する、早く減少するっていうのはもう関係ないよね、俺ら。いや、ある一応、ああ、一応あるのか。そう、そこどこか、そう、中毒度が減らないと次のレイヤーが飲めなくなるときとか。これと今のやつは相反するよね、じゃあ。いや、そうだね、だよね、こっちは霊薬の効果が下回るまで 90% をオーバーした状態をキープしたいわけだから、そうだよね、うん、そしたら霊薬の効果が、タイム的に切れててもってことだもんね、これね。そうだね、そうだよね、うん、なるほどね。これ28だからさすがにな、ランダムに選ばれたっていうのは何、それ持ってるやつなの、持ってないやつなのそれ、すごいんじゃないそれ、うん、パルプンテでしょ、パルプンテですね。雷光飲んだと思ったらいきなり白なんか猫の目が発動するってことでしょ、うん、そう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 、お前の最終的なクリティカルダメージが 20% は？え、これ5振りしたらさ100% かもしんない。あ、でもアドレナリン最大じゃないとダメなのか。ああ、そっかそっか、なるほどね。破片を撒き散らす、破片の数2、あ、破片の数が大変なことになるわけね。あ、10個飛ぶわけだ大丈夫かよ、やばいな、ボマーもやばいな。ボマー熱いっすね。ボマールートやばいっすね。あ、10% 伸びるね。変異値、あ、変異値ですか。はいはい。もともと長いからいらんな。そうなんだよ。60分とか結局持っちゃうから、ね。ゼロより多い場合、必ずあれだね。スキルにつき 10% ずつクリティカル率が上がる。これまた強いんじゃないの？これもし全振りしたら1キルにつき 50% ずつクリティカル率アップだよ。バカじゃない？そうしたらさすがに強いね。クリティカルダメージアップみたいな武器と合わせた日にはみたいな。それそのクリティカルダメージアップ、うん、あ、そうだね、うんうんうん、クリティカル率じゃない、率が上がるから、うん、だからクリティカルが常に出て、しかも攻撃が上がりつつ、中毒度はゼロより絶対上がってるので、常に飲んでるからね、飲んでるからね、はあ、うわ、ボマー熱いな。これ取っとく1ポイント、なるほどね。でここにもうここが解放され、あ、いやダメだ、解放するためには20ポイント使わなきゃいけないんだから、だから4ポイントまで貯めるってことでしょ。あ、持ってればいいの、消費ポイントじゃなくて、消費だよ、消費だよ、だから4ポイント貯めといて、うん、一気に1234って振るってことでしょ、江戸さんが言ってんの。そうそうそう、だったら1、2、3を今1個ずつ振った方がいいよ、うん、まあそっか、うん、貯めとく必要ないよ。じゃあ爆弾アップ上げるか。爆弾アップっすか。ちょっと爆弾に今心がさっきの強すぎて、オイラはオイラじゃないんすかオイル防御力上がると確かに強いんだよな。クエンいらなくなる可能性もあるもんな。ていうか難易度ノーマルじゃないや、ストーリーから、ね、ストーリー&バトルに変えたから、非ダメージ減はちょっと確かに非ダメージ減少は強いと思いますよ、うん、しかも飲めるとはいえね、3振りしたら 15% アップでしょ。まあね、確かにね。あそこに単体だけど入れときゃいい、あ、いや右のにつけりゃいいのか。そうそうそう、で黄色を下に置くやんやか。 yes, yes, yes.、うん、そうだね、まあ確かにそうだ、正直ね、うん、そのボマーはいらねえと思う、うん、これよりはこれってことでしょ。要するに投げれる数を上げろと。それはあってもいいと思う、うんうん、確かに。ただそれはよくわからん、うんうん、まあ基本値が上がるってことだから3もよくわからん、うん、全振りして150ダメージでしょ。そうだから全振りを一気にできるんだったらやりたいとこだけどあるけどな。確かにそうね。まあ防御力な、さっきのやつを見る限り今後の戦いはちょっと心配ではある。いくらガブ飲みのできるとはいえ、うんうん、ガッと食らう可能性がいくらでもあったから、いくかで、こことかにあって、うん、で黄色の他なんかあった、つか黄色をそもそも見てなかったな。これをここに貼るのね。そうね、なんかそれ系のねえの、これはいらない。ケースを、まあまあ中層、中層、中層ね、はい、アドレナリン系、あ、そこアドレナリン系が多いんだよね、確かね、うん、うん、石油みたいなじゃん。まあ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 。アドレナリン。うん？1ポイントごとに中毒度の上昇を抑える。うん、抑える？
ああなるほどね。春ツバメとかの効果の緑色の、うん、黄緑の、うん、明るい緑の上昇率が下がる、うん、33%抑えるの割と抑えんだね君、うん、しかもアドレナリン1ポイントごとにでしょ、うん、だからアドレナリンポイントがもし3溜まってたら、うん、霊薬飲んでも中毒度上がんねえってことだよっていうことだ、うん、それはそれですごいね。ああ弓はいいや。あ花火師爆弾ダメージによりアドレナリンが1ポイント 0.1 ポイント上昇する。ああ爆弾を投げまくればアドレナリンが溜まりやすいですよと。まあ 0.1 だけどね、うん、0.1 ってどうなの。これがさ 0.1 じゃなくて1溜まったらアドレナリンが1溜まるってこと。そうです。だから10個爆弾投げれば1アドレナリン溜まる。ああなるほどね、うん、トランスアドレナリンごとにクリティカルアップ率が 8%。 しかし以前の効果は失われる。トランス匂いっていうのはよく分かってない。まあ、この要はこのスキルの効果によりってことですね。ああっていうことか、うん、はいはい強いけど、うん、今はいいかな、うんうん、はいこれかな。今18振ったんだよね。だからこれで18振った。あと2振ったら3段目が解放される。うわー2か。まあこれで次がやっぱり 10% だから最大 25% まで防御力が上がると。そうだね、うん、25% は強いですね。まあ、オイルついてる間だけだからね気をつけないと、うん、ああ切ってると逆にオイルがなくなるのか。そうそうそう、その効果で。そうそうそう、なるほどね。だからオイル使用回数アップっていうスキルも、うん、あのセットで取っていかないと、うん、なるほど。そっかそっか、自動的にだ。うん、じゃあ次今日は終わります。え終わります。もう12時です。え12時でございます。えんこの木はハディ。あれあれあれハディってグエンとはやるのか。えお前え仕事は苦手だし魚も取れないけどカードは負けないじゃん。ハディってあれお前グエンとやんの。クエストかよ。クエストのハディですねマジか。これはちょっと予想外だったら思わずなんか子供がいるからって話しかけちゃったけど今運命の出会いだねこれは。ではやろうもうお家帰れない。ではやろう。マジかよ。ニルガードじゃないよ俺北方諸国だよね。はい、いやさっき買ったカードとか何にも組み込んで、あここで組み込められるのかとはいえないよね確か。あんまりここデッキビルド画面じゃないから。あ無理か。あいやできるか。できるよね、うん、でもバンドとかも別に買ったやつ大したことないんだよな。ないです多分。でしょ、うん、じゃあいいかなこのままかな。また、うん、あヤーペンだ。えあヤーペンおる。あヤーペンだ。あヤーペンだ。ヤーペンだこんなところにヤーペン。あれ2だったんだ。弱え。ほんと弱え弱え。あれヤーペンってそんな弱いの。だから部下を3人持ってたんだよ。ああなるほどね。4人だっけ。4人持ってた。4人か。うん、もうボードゲームのヤーペンは散々でしたけどもじゃあこれでいくわ。はい、ゲーム開始。あなんだよお前この子供。おいいじゃないですか。うん、こう有利ですよ。引きのおとりは必要。おピエール滝。ピエールさんいる。また偏ってんな。エネファ偏ってんな。前衛誰もいねえぞ。前衛ゼロです。あ1か。ピエール。あこれ渡すやつだもんね、うん、え何入れ替えるからこれか。あいやこれはあれだな医者だから。いやこれ横の方が強くないでしょ。ああそうだね、うん、だからこっちがあでも2個しかないか。だったらプラス2の効果しかないから、うん、そんなでもねえな。ここ変えるか。そうだね。まあ弓バンドが来る可能性もあるしこいつもあるし、うん、もうユニファーは切れないでしょ。ユニファーはちょっと切りたくないね、うん、これはダメだよね、うん、